いつもあんなこと言ってるけど、今まで大丈夫だったじゃないか。だけどスプーキー、エネルギーがなくなるって怖いことだよ。動けなくなっちゃうんだから。もうキャップ、そんなことあるわけない、心配ないって。うん、あ、マシンが止まっちゃった。あれ、うわ、真っ暗になっちゃった。一体どうしたんだろう。スプーキー、スプーキー、助けてスプーキー。どうしたの。スプーキー、助けてよ。動けなくなっちゃったんだ。え、何がどうなっちゃったの。これは緊急事態だ、緊急事態だよ。切れたみたい。もうこれ以上進めないわ。なんだって。実はさっきポスティにエネルギーを分けてあげたの。私はいいから早く行って。本当に大丈夫アンバー。私は大丈夫、もうすぐ風が吹くわ。急がないと間に合わないでしょ。分かったよアンバー、すぐ戻ってくるからここで待っててね。うん、うん、待ってる。風車が正しい方向を向いていない。直接動かした方が良さそうだ。ヘリ、やってくれるかい。うん、もちろんだよ。ヘリ、大丈夫？エネルギーが切れちゃったみたいだ。ロイ、僕らのエネルギーをヘリに分けよう。了解。ダメだよ、それじゃあ君たちが動けなくなる。だけど今はそうするしか手がないんだ、時間がないんだよ。ヘリ、できるだろう。うん、僕やるよ。よし。ヘリ、もうすぐ風が吹いてくるわ。うん。しっかりしてた。電気を消さんとな。どうだいスプーキー、これでも電気がなくなっても平気？まさか。本当に本当によくわかったよ。これからは僕も電気を大切に使うよ。本当に？もちろん。もう真っ暗闇は怖いから嫌だ。スプーキー。
止まってたんだぞ。ごめんね、ロディ、おじいちゃんに気づかれないように出てきたの。いいさ、早く雷を見に行こう。もう雨が降ってきちゃった。僕も帽子があればな。ルディ帰ろうよ、雨でタイヤが滑ってきたわ。僕のも。なんだよ、文句が多いな。早く行かないと雷を近くで見られないよ。もう少しだよ、見えてきた。来なければよかった。暗いし寒いし怖い。雨が強くなってきた。確かにそうだね。あの洞窟で雷を待とう。やっぱり来なきゃよかった。暗いし寒いし怖い。もうちょっとだよ、雨が強くなってきたから。もうすぐ雷が。怖いよ。やった、空の巨人が戦い始めた。よし、外に出てみよう。僕怖いからやめとく。私も行きたくないわ。なんだよ、もう諦めるの。じゃあ僕は行ってくるから、弱虫はここにいなよ。あんなに怖がることないのに。どうしよう。ミリー、ベリー、ロリー、助けて。出られないよ。助けて、大変なんだ。ロリー、どうしたの。銀河の丘に来たんだけど、ミニーとベニーが洞窟に閉じ込められちゃった。わあ、すごい雷なんだ。僕怖いよ。わかったわ、レスキューチームが助けに行くから、なるべく低い場所に移動して、木の下には行っちゃダメよ。わかった。みんないいわね、今すぐ出動よ。シェルターに行って。了解。みんな行こう。了解。ロディ、ここを離れよう。わかった。ボビー、洞窟の中に入るのは難しそうだぞ。そうだね、ロイ、丘の上に行って雷を何とかするよ。君たちは子供たちを頼む。雷を何とかするって、まさかあのシールドを使うつもり。ダメだよ、シールドがどれくらい持つかわからないじゃないか。でも今は他に方法がない。それに時間もないんだ、僕を信じてくれ。わかった、気をつけて。よっ、シールド起動。よし、さあ来い。雷が集まってるわ。よし、アンバー行こう。怖いよ、ベニー。私もレスキューチームよ、今から助けるわ。危ないから入り口から離れて。わかった。急いでくれ、シールドが弱くなってきた。もう少しだ。出ておいで。はい。さあ、こっちよ。ポリー、みんな助けたぞ。わかった。じゃあ。よいしょ。スクール D。じゃ
迎えに来てね。わかったよ。じゃあ後でね。みんな楽しんできてね。じゃあね、スクールビー。さあ、それじゃあ森の探検に出かけましょうか。はい。森は道が分かりにくいし、危ない動物や毒のある虫もいるから、私から離れちゃダメよ。はい。さっきから何をしてるの？ああ、通ってきた道に印をつけてるの。こうしておくと、帰るときに道に迷わないで済むわ。うわあ、すごい。ふん、そういうのは基本中の基本だよ。わあ、アンディは物知りね。大したことないよ。わあ、これ何かしら。わらびだわ。わらび？葉っぱがくるくるしてて可愛いでしょ。恐竜が生まれるずっと前からあるのよ。恐竜？わあ、すごいのね。すごいでしょ、アンディ。興味ないね。じゃあ他に行ってみましょうか。今度は何を見に行くの？アゲハチョウよ。アゲハチョウ？僕も行く。ここから蝶々が出てくるの？そうよ、不思議でしょ。不思議だな。急に雨が降ってきたわ。みんな、ひとまずあそこに行きましょうか。はい、はい。やみそうもないわね。これじゃあ川の水が増えて川を渡れなくなる。レスキューチームに連絡した方がいいわね。故障かしら。ジン、さっき落としたから壊れちゃったんじゃない？いいえ、心配しないで。みんな、ここで雨が止むまで雨宿りしましょう。はい。急に雨が降ってきたね。ジンと子供たちは大丈夫かな？とにかくジンに連絡した方がいいね。僕が連絡してみるよ。ジン、ジン、聞こえる？ジン、返事がないよ。まさかジンに何かあったんじゃないか？そうね、もしかしたら何かあったのかもしれない。うん、嫌な予感がする。今からすぐ森に行ってみよう。了解。ジンはどこかに印を残しているはずだ。あったよ。あっちだ。よし、行こう。ここにも。ここからどっちに行ったんだろう。どこから聞こえてくるんだ。川の向こうからみたいだ。行こう。みんな！
るって言ったでしょ。うん。レディ、この箱をセイルに積んでくれるかな。ああ、いいよ。ハシーの荷物を積み終わったらすぐやるからね。ありがとう、頼んだよ。ねえセイル、今回の行き先は遠いのかしら。うん、厄介な天気になりそうで心配だよ。そうね、天気が悪くなったら危険だわ。海の天気は変わりやすいから気をつけるのよ。やっと終わったよパシー。ありがとう。お次はセイルの番。あれ、うん、いいか。よいしょっと。準備完了。レティ、どうもありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。潜入成功。やった、本物の冒険の始まりだ。まずい、雨が強くなってきたな。早いとここの辺りから抜け出そう。あー、ずいぶん遠くまで来たぞ。ここまで来たらセイルも僕を追い返したりしないでしょ。ん？何の音？お、えい、苦しかった。誰かいるの？ロディだよ、驚いた。え、どうしてここにいるんだい？海を冒険してみたくって忍び込んだんだよ。僕も連れてって。それはできない、海に落ちてしまうよ。ライフジャケットだって言われた通りちゃんとつけてるのに。ダメだ、港に戻るからしっかり捕まって。お願い、いらないよ、帰りたくない、お願い。大丈夫、ちゃんと捕まって。大きな波が来てさらわれてしまったんだ。大変だ、ロイ、アンバー、セイルを頼んだよ。ロディを探しに行ってくるよ。分かった。誰か助けて、僕はここだよ。どうしたらいいんだろう。そうだ、まず落ち着いて居場所を知らせなきゃ。よし、習った通りにこうやって笛を吹くんだ。ヘリー、何か見える？霧が濃くてよく見えないや。待って、何か聞こえるよ。ロディの笛の音だ。どこから聞こえてくるか見てくる。誰か助けて。見つけたぞ、ついてきて。了解。ロディ、ヘリー、ヘリー、浮き輪だ。よいしょ。もう大丈夫だからね。了解、さ
港へ戻ろう。セイルは無事なの？ああ、大丈夫さ。ああ、よかった。僕に連絡がつかなくて今頃大騒ぎかな。うん、心配しすぎさ。助けて、助けて。ポスティだ。ポスティ、誰か。ポスティ、ヘリー。どうしたの？郵便物を届けて戻ろうとしたら橋がなくなってたんだよ。今ここを渡るのは危ないから、近くの山小屋に避難して風が収まったらまた来てみよう。ポスティ、どうしたの？これ以上動けない。ダメだよ、中に入らなきゃ。ここにいたらこの風で飛ばされちゃう。でも体が言うことを聞かない。エネルギーか。ポスティ、しっかりして。大変だ、緊急用の充電器を探さなきゃ。待っててね、すぐ戻るよ。ヘリー、ヘリー、お願い答えて。ジン、まだ連絡がつかないの？見ての通り、まだ信号が見つからないのよ。やっぱり心配だからヘリーを探しに行ってくるよ。一人じゃ危ないぞ、僕も行く。二人とも気持ちはよくわかるけど、ヘリーは無線を切ってるのよ。これじゃ探しようがないわ。私はもう少し待った方がいいと。ヘリーだ。森にいるぞ。ヘリー、そんなところで何をしてるの？大変だよジン。一体どうしたの？実は山小屋のそばでポスティのエネルギーが切れちゃったんだ。充電器のある避難所を探してるんだけど、風が強くて見つけられそうにない。うわー、ヘリー、信号が消えた。ヘリーとポスティが危ないわ。みんな今すぐ出動よ。了解。遠くないぞ。ジン、みんな返事して。ここで呼んでも無駄か。ヘリー、ポリー、ヘリー、待ってて、すぐに降りるから。うん、助かった、ポリーが助けに来てくれた。大丈夫かい？うん、壊れて飛べないけどね。心配ないさ、僕と一緒に行こう。だけど、二人で上がれるのかな？もちろん、信じてね。うん、急ごう、水が増えてきそうだ。捕まって。わかった、行くよ。大丈夫かな？あっ、大丈夫？平気だよ。さあ上がろう。もう少しだよ。うわあ、ポリー！ヘリー、無事かい？うん、僕は大丈夫。ポリーは？大丈夫だよ。もう少しだから頑張ろう。えい！ほら、あとちょっとだ。
丈夫か？ロイ、ああ助かったよ。どうしてこう道がごちゃごちゃしてるんだ。どこを走ってるのかわからない。うっ、岩だ。うわ滑って止まらない。助けてくれ。雨も風も強くなってるな。今日はもうこの辺で帰った方が良さそうだ。助けてくれ。誰の声だろう。助けてくれ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 。このままじゃ滑って落ちそうだ。落ち着いて。そんなことをしたら危ない。今レスキューチームを呼ぶから。この辺に緊急電話があるはずだけど。どうやって通り抜けよう。よし、やってみよう。なんとか抜けられた。もうちょっと頑張って。こちらレスキューチームです。ジン、大変なんだ。どうしたのキャップ、傷だらけじゃない。どうしたんだキャップ。僕は平気。それよりジャンボバスが来ただろう。フーパーのこと。そう、フーパーだよ。フーパーが7番道路の近くで動けなくなってる。え、わかった、すぐレスキューチームが出動すれば。ありがとう。名前は何て言ったっけ。キャップ。僕はキャップだよ。来たよ。キャップ、あとは任せて。君はアンバーと安全なところに。キャップ、こっちよ。ロイ、クレーンを準備して。ヘリーはロイを手伝って。了解。ヘリいいよ。よし、ロイ、じゃあクレーンを回してクーパーを下ろして。了解。風のせいでしっかり踏ん張れないんだ。待ってて、僕が支える。アンバー、こっちを頼めるかい。了解。いいぞロイ、行くぞ。キャップ、修理できたわ。元通りピッカピカになった。ごめんよキャップ。
俺のせいで。それに今日の朝、君にひどいことを言った。いいんだよ。クリニー。やあ、クリニー。みんな、こんにちは。クリニー、これからボール遊びするんだ。一緒にどう？今日はダメなんだよ。クリーニー、しゃっくりしてるんだね。僕もこの間、しゃっくりのせいで大変だったよ。ずっと続くと辛いよね。いつからしゃっくりしてるの？昨日から。昨日から？スプーキー、君はどうやって止めたの？どうだったかな。やあみんな、やあポリー、やあヘリー。二人とも、どうやったらしゃっくりが止まるか知ってる？しゃっくり？実はね。あれ、クリニーしゃっくりしてる。昨日から今までずっと続いてるんだって。それは辛いだろうね。ポリー、どうしたらいいのかな。そうだな、しゃっくりは時間が経てば自然に止まるはずだけど。クリニーかわいそうに。しゃっくり、どうして止まらないのかな。あ、思いついた。クリニーのしゃっくりを止める方法。教えて。こっちに来て。この前の大雨でゴミが流れてきたみたいだね。いいよヘリー。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。ごめんクリニー、こんなことになると思わなくて。いいんだよ、僕のためにしてくれたんだから。あら、クリニー、しゃっくり止まったみたいね。うわ、本当だ、やったー。
しゃっくりが止まった。よかったね、クリリー。スプーキーの作戦は大成功だね。ありがとう、スプーキー。どういたしまして。ふう、やっと終わったぞ。明日はコンテナを動かさなきゃ。そうだね。釣り針を沈めて、あとは待つだけ。メンディ、ベルおばさん、こんなところで何してるの？ただ遊んでただけ。遊びすぎて疲れないようにしてちょうだい。明日は忙しいんだから。はい、はあ、まだ怒ってるのかな。でも大丈夫、魚が釣れたらきっと喜ぶぞ。うわぁ、これってミミズ？ただのミミズじゃない、魚の餌だよ。ミミズを餌にするの？その通り。ビルダーさんに相談したらこれが一番いいって言われたんだ。今度こそ本当に魚が釣れるかな。釣れるとも、きっと待った分だけ美味しいよ。はあ、いつまで待ってたら釣れるんだよ。はあ、なんだか疲れてきたな。寝ちゃダメだ。絶対釣ってやるぞ。こんなに釣れた。レティ、あ、かかった。レティ、あ、ベルおばさん、もしかしてここで寝てたの？その、遊んでたらつい寝てしまって。もうみんな結構前から働き始めてるのよ。ごめんなさい、すぐに取り掛かるよ。おはよう。みんな遅れてごめんね。いいよ。それで魚は釣れたの？それが一匹も釣れなかったんだ。やっぱり僕は何をやってもダメなのかな。そんなことないよ。そうさ、夜だったから魚がみんな寝てたんだよ。そっか。でも疲れたな。みんな急げるかしら、そろそろ出なきゃ。了解。よし、仕事だ。レティ、そこのコンテナを持ってきて。よし、来た。とにかく眠いな。何の音？レディ、起きて。まずい、大変だ。大変、何が起こったの？おもちゃが水浸しだ。緊急事態、緊急事態、ベルおばさんから事故の通報よ。コンテナの中身が海に散らばっちゃったの。みんな、今すぐ出動よ。了解。気に流される前に急いで集めよう。ヘリーは先にロープで囲いを作って。わかった。僕らも行こう。了解。よし、準備はいい？うん。みんないいかい？港まで引っ張っていくよ。了解。
これはまずいぞ。なんで強い風なんだ。みんなで支え合ってみて。ああ、嫌な天気よね。リフティ終わった？リフティ、テリー、ベルオバさん、二人ともすぐにガレージに入って、うん、キャンプが無事でいるか心配だわ。わしの丘で泊まるのよね。レスキューチームに知らせなくていいかしら。でもキャンプが来てることは内緒だから言えないよ。そうだよ。それにさ、キャンプはキャンプのプロなんだからきっと大丈夫だよ。そうだといいんだけど。なんだ、僕に会えて嬉しくないのか。みんな！やあ、ヘリー！何してるの？みんなキャンプを迎えに来たのよ。無事に着いたかちゃんと確認したいの。だって昨日はすごい風だっただろう。実は僕たちもちょっと心配してたんだ。あの風の中で旅をするのは危険だからね。そう思うよ。昨日の風だと海でも丘でも危険だ。今朝着くはずなのにまだ船は見えないし、キャンプが心配だよ。リフティが言ってたけどキャンプと連絡が取れないらしいよ。え？キャンプと連絡が取れない？本当なの、リフティ？それはその、本当のことを言った方がいいのかな。何の話？何があったの？本当のことを話すわ。よ、すごくよく眠れたな。ここはどこだ？大きな岩がない。助けて。みんな大変だよ。どうしたの？キャンプに何かあったかも。実はキャンプは昨日すでに来ていて、わしの丘に泊まってるらしいんだ。なんですって？早くキャンプを見つけなきゃ、大変なことになるかもしれない。わかった、ヘリーは大急ぎでわしの丘に向かってすぐ追いつくよ。了解。助けて。誰か止めて。キャンプは一体どこに？助けて、誰か助けて。見つけた。キャンプがトレーラーの中にいるんだけど、すごい速さで丘を下ってて僕じゃ止められないよ。急いで。わかった、みんな急ごう。うん。丘の麓に着いたよ。キャンプは？そっちに向かって丘を下ってる。みんな準備だ。今だ。16、17、18。セイル。ああ、リフティ。何してるの？星を数えてるんだ。なんで？眠れないの？変だよね。いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ。君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよ。セイル、僕に任せて。子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった。歌ってくれるかな？僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ眠れ海が聞こえる、まぶたを閉じれば。眠くなってきたよ。ありがとうリフティ、ありがとう。
やあ、セイルじゃないか。こっちだよ、セイル。いやあ、みんな待って待ってよ。セイル、寝ちゃった？はあ、赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな、作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。またテリー、セイユが大きすぎてトンネルには入れないよ。そうみたいだ。向こうの道で丘を登っていくことにしよう。坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー、もう少し踏ん張って。わかった。テリー、ストップストップ。どうした？待って。起きちゃった。おう、リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。おう、もう、わあ、なんで坂道に。頼む、動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れていくんだ。君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。助けて。なんてこった、すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。みんな無事かい？僕はなんとか。アンバー大丈夫？ええ、ギリギリだったけどね。つまりリフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。そのセイルが一度もキャンプに行ったことがないっていうから連れて行ってあげたかったんだ。あ、リフティ、すまんセイル、こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ、キャンプには行けないけど、こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、うん、よいしょ。スクール B、 じゃあ5時に迎えに来てね。分かったよ、じゃあ後でね。みんな楽しんできてね。じゃあね、スクール B。 さあ、それじゃあ森の探検に出かけましょうか。はい。森は道が分かりにくいし、危ない動物や毒のある虫もいるから、私から離れちゃダメよ。はい。これでよし。ねえジン、さっきから何をしてるの？ああ、通ってきた道に印をつけてるの。こうしておくと帰る時に道に迷わないで済むわ。うわー、すごい。ふん、そういうのは基本中の基本だよ。わあ、アンディは物知りね。大したことないよ。
何かしら。わらびだわ。わらび？葉っぱがくるくるしてて可愛いでしょ。恐竜が生まれるずっと前からあるのよ。恐竜？わあすごいのね。すごいでしょ、アンディ。興味ないね。じゃあ他に行ってみましょうか。今度は何を見に行くの？アゲハチョウよ。アゲハチョウ？僕も行く。ここからチョウチョが出てくるの？そうよ、不思議でしょう。不思議だな。急に雨が降ってきたわ。みんな、ひとまずあそこに行きましょうか。はい、はい。しばらく止みそうもないわね。これじゃ川の水が増えて川を渡れなくなる。レスキューチームに連絡した方がいいわね。故障かしら。ジン、さっき落としたから壊れちゃったんじゃない？いいえ、心配しないで。みんな、ここで雨が止むまで雨宿りしましょう。はい。急に雨が降ってきたね。ジンと子供たちは大丈夫かな？とにかく、ジンに連絡した方がいいね。僕が連絡してみるよ。ジン、ジン、聞こえる？ジン、返事がないよ。まさか、ジンに何かあったんじゃないか？そうね、もしかしたら何かあったのかもしれない。うん、嫌な予感がする。今からすぐ森に行ってみよう。了解。ジンはどこかに印を残しているはずだ。あったよ。あっちだ。よし、行こう。ここにも。ここからどっちに行ったんだろう。どこから聞こえてくるんだ。川の向こうからみたいだ。行こう。僕に連絡がつかなくて今頃大騒ぎかな。うん、心配しすぎさ。助けて、助けて。ボッティだ。ボッティ誰か。ボッティ、ヘリー、どうしたの？郵便物を届けて戻ろうとしたら橋がなくなってたんだよ。今ここを渡るのは危ないから近くの山小屋に避難して風が収まったらまた来てみよう。ボッティ、どうしたの？これ以上動けない。ダメだよ、中に入らなきゃ。
ここにいたらこの風で飛ばされちゃう。でも体が言うことを聞かないエネルギーか。オースティン、しっかりして。うっ、大変だ。緊急用の充電器を探さなきゃ。待っててね、すぐ戻るよ。ヘリー、ヘリー、お願い答えて。ジン、まだ連絡がつかないの？見ての通り、まだ信号が見つからないのよ。やっぱり心配だからヘリーを探しに行ってくるよ。一人じゃ危ないぞ、僕も行く。二人とも気持ちはよくわかるけど、ヘリーは無線を切ってるのよ。これじゃ探しようがないわ。私はもう少し待った方がいいと。ヘリーだ。森にいるぞ。ヘリー、そんなところで何をしてるの？大変だよジン。一体どうしたの？実は山小屋のそばでポッピーのエネルギーが切れちゃったんだ。充電器のある避難所を探してるんだけど、風が強くて見つけられそうにない。うわー、ヘリー、信号が消えた。ヘリーとポッピーが危ないわ。みんな今すぐ出動よ。了解。遠くないぞ。ジン、みんな返事して。ここで呼んでも無駄か。ヘリー、ポリー、ヘリー待ってて、すぐに降りるから。うん、助かった。ポリーが助けに来てくれた。大丈夫かい？うん、壊れて飛べないけどね。心配ないさ、僕と一緒に行こう。だけど、二人で上がれるのかな？もちろん、信じてくれ。うん、急ごう、水が増えてきそうだ。捕まって。わかった。行くよ。大丈夫かな？おい、大丈夫？平気だよ。さあ上がろう。もう少しだよ。うわあ、ポリー！ヘリー、無事かい？うん、僕は大丈夫。ポリーは？大丈夫だよ。もう少しだから頑張ろう。えい！ほら、あとちょっとだ。大丈夫か？おい、ああ助かったよ。ブルームスタウンの皆様、こんにちは。こちらレスキューチームです。エネルギー注意報をお知らせします。今、街のエネルギーがとても少なくなっています。電気を大切に使ってください。いつもあんなこと言ってるけど、今まで大丈夫だったじゃないか。だけどスプーキー、エネルギーがなくなるって怖いことだよ。動けなくなっちゃうんだから。もうキャップ、そんなことあるわけない。心配ないって。うん、うわ、マシンが止まっちゃった。
あれ？うわ、真っ暗になっちゃった。一体どうしたんだろう。スムージー、スムージー、助けてスムージー。どうしたの？スムージー、助けてよ。動けなくなっちゃったんだ。何がどうなっちゃったの。これは緊急事態だ、緊急事態だよ。もうこれ以上進めないわ。なんだって？実はさっきポスティにエネルギーを分けてあげたの。私はいいから早く行って。本当に大丈夫アンバー？私は大丈夫。もうすぐ風が吹くわ。急がないと間に合わないでしょ。分かったよアンバー、すぐ戻ってくるからここで待っててね。うん、うん、待ってる。風車が正しい方向を向いていない。直接動かした方が良さそうだ。ヘリ、やってくれるかい？うん、もちろんだよ。ヘリ、大丈夫？エネルギーが切れちゃったみたいだ。ロイ、僕らのエネルギーをヘリに分けよう。了解。ダメだよ、それじゃあ君たちが動けなくなる。だけど今はそうするしか手がないんだ。時間がないんだよ。ケリー、できるだろう？うん、僕やるよ。よし。ヘリー、もうすぐ風が吹いてくるわ。うん。しっかりしてた。電気を消さんとな。どうだいスプーキー、これでも電気がなくなっても平気？まさか。本当に本当によくわかったよ。これからは僕も電気を大切に使うよ。本当に？もちろん。もう真っ暗闇は怖いから嫌だ。スプーキー。16、17、18…セイル！ん？ああ、リフティ！何してるの？星を数えてるんだ。なんで？眠れないの？変だよね。いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ。君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよ。セイル、僕に任せて。子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった。
歌ってくれるかな。僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ眠れ海が聞こえる、まぶたを閉じれば。眠くなってきたよ。ありがとうリフティ、ありがとう。いやーセイルじゃないか。こっちだよセイル。いやみんな待って待ってよ。セイル寝ちゃった。赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。待った、テリー。セイユが大きすぎてトンネルには入れないよ。そうみたいだ。向こうの道で丘を登っていくことにしよう。坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー、もう少し踏ん張って。わかった。うわテリー、ストップストップ。どうした。あ、待って。うわセイル、セイルは無事か。なんとか。セイル起きちゃった。おう、リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。おう、もう、わあ、なんで坂道に。頼む動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れていくんだ。君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。助けて。なんてこった、すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。無事かい？僕はなんとか。アンバー大丈夫？ええ、ギリギリだったけどね。つまりリフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。そのセイルが一度もキャンプに行ったことがないっていうから連れて行ってあげたかったんだ。あ、リフティ、すまんセイル、こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ、キャンプには行けないけど、こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、うん、うん、レディ、この箱をセイルに積んでくれるかな。ああ、いいよ、ハシーの荷物を積み終わったらすぐやるからね。ありがとう、頼んだよ。ねえセイル、今回の行き先は遠いのかしら。うん、厄介な天気になりそうで心配だよ。そうね、天気が悪くなったら危険だわ。海の天気は変わりやすいから気をつけるのよ。
やっと終わったよパシー。ありがとう。お次はセイルの番。あれ、うん、いいか。よいしょっと。準備完了。レティ、どうもありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。潜入成功。やった、本物の冒険の始まりだ。まずい、雨が強くなってきたな。早いとここの辺りから抜け出そう。ずいぶん遠くまで来たぞ。ここまで来たらセイルも僕を追い返したりしないでしょ。ん？何の音？お、えい、苦しかった。誰かいるの？ロディだよ、驚いた。え、どうしてここにいるんだい？海を冒険してみたくって忍び込んだんだよ。僕も連れてって。それはできない、海に落ちてしまうよ。ライフジャケットだって言われた通りちゃんとつけてるのに。ダメだ、港に戻るからしっかり捕まって。お願い、いやだよ、帰りたくない、お願い。うわあ、落ちちゃう。大丈夫、ちゃんと捕まって。大きな波が来てさらわれてしまったんだ。大変だ、ロイ、アンバー、セイルを頼んだよ。ロディを探しに行ってくるよ。わかった。誰か助けて、僕はここだよ。どうしたらいいんだろう。そうだ、まず落ち着いて居場所を知らせなきゃ。よし、習った通りにこうやって笛を吹くんだ。エリー、何か見える？霧が濃くてよく見えないや。待って、何か聞こえるよ。ロディの笛の音だ。どこから聞こえてくるか見てくる。誰か助けて。見つけたぞ、ついてきて。了解。ロディ、ヘリー、ヘリー、浮き輪だ。よいしょ。もう大丈夫だからね。了解、さあ港へ戻ろう。セイルは無事なの？ああ、大丈夫さ。ああ、よかった。どうしてこう道がごちゃごちゃしてるんだ。どこを走ってるのかわからない。岩だ。滑って止まらない。助けてくれ！
雨も風も強くなってるな。今日はもうこの辺で帰った方が良さそうだ。助けてくれ。誰の声だろう。助けてくれ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 。このままじゃ滑って落ちそうだ。落ち着いて。そんなことしたら危ない。今レスキューチームを呼ぶから。この辺に緊急電話があるはずだけど。どうやって通り抜けよう。よし、やってみよう。なんとか抜けられた。もうちょっと頑張って。こちらレスキューチームです。ジン、大変なんだ。どうしたのキャップ、傷だらけじゃない。どうしたんだキャップ。僕は平気。それよりジャンボバスが来ただろ。フーパーのこと。そう、フーパーだよ。フーパーが7番道路の近くで動けなくなってる。え、わかった、すぐレスキューチームが出動すれば。キャップ、僕はキャップだよ。来たよ。キャップ、あとは任せて。君はアンバーと安全なところに。キャップ、こっちよ。ロイ、クレーンを準備して。ヘリはロイを手伝って。了解。ヘリ。いいよ。よし。ロイ、じゃあクレーンを回してフーパーを下ろして。了解。風のせいでしっかり踏ん張れないんだ。待ってて、僕が支える。アンバー、こっちを頼めるかい。了解。いいぞロイ、行くぞ。元通りピッカピカになった。ごめんよキャップ、俺のせいで。それに今日の朝君にひどいことを言った。いいんだよ。やっと終わったぞ。明日はコンテナを動かさなきゃ。そうだね。釣り針を沈めてあとは待つだけ。メッティ、ベルおばさん、こんなところで何してるの。ただ遊んでただけ。遊びすぎて疲れないようにしてちょうだい。明日は忙しいんだから。はい。
まだ怒ってるのかな。でも大丈夫、魚が釣れたらきっと喜ぶぞ。うわぁ、これってミミズ？ただのミミズじゃない、魚の餌だよ。ミミズを餌にするの？その通り、ビルダーさんに相談したらこれが一番いいって言われたんだ。今度こそ本当に魚が釣れるかな。釣れるとも、きっと待った分だけ美味しいよ。はあ、いつまで待ってたら釣れるんだよ。はあ、なんだか疲れてきたな。寝ちゃダメだ、絶対釣ってやるぞ。こんなに釣れた。レティ、あ、かかった。レティ、あ、ベルおばさん、もしかしてここで寝てたの？その、遊んでたらつい寝てしまって。もうみんな結構前から働き始めてるのよ。ごめんなさい、すぐに取り掛かるよ。おはよう。みんな遅れてごめんね。いいよ。それで魚は釣れたの？それが一匹も釣れなかったんだ。やっぱり僕は何をやってもダメなのかな。あ、そんなことないよ。そうさ、夜だったから魚がみんな寝てたんだよ。そっか。でも疲れたな。みんな急げるかしら、そろそろ出なきゃ。了解。よし、仕事だ。レティ、そこのコンテナを持ってきて。よし、来た。とにかく眠いな。あ、何の音？レディ、起きて！まずい！大変だ！大変！何が起こったの？おもちゃが水浸しだ！緊急事態！緊急事態！ベルおばさんから事故の通報よ！コンテナの中身が海に散らばっちゃったの！みんな、今すぐ出動よ！了解！沖に流される前に急いで集めよう。ヘリーは先にロープで囲いを作って。分かった。僕らも行こう。了解。よし、準備はいい？うん。みんないいかい？港まで引っ張っていくよ。了解。これはまずいぞ。なんで強い風なんだ。みんなで支え合ってみて。嫌な天気よね。リフティ終わった？リフティ、テリー、ベルおばさん、二人ともすぐにガレージに入って、うん、キャンプが無事でいるか心配だわ。わしの丘で泊まるのよね。レスキューチームに知らせなくていいかしら。でもキャンプが来てることは内緒だから言えないよ。そうだよ。それにさ、キャンプはキャンプのプロなんだからきっと大丈夫だよ。
そうだといいんだけど。なんだ、僕に会えて嬉しくないのか。みんな、やあヘリー、何してるの？みんなキャンプを迎えに来たのよ。無事に着いたかちゃんと確認したいの。だって昨日はすごい風だっただろう。実は僕たちもちょっと心配してたんだ。あの風の中で旅をするのは危険だからね。そう思うよ。昨日の風だと海でも丘でも危険だ。今朝着くはずなのにまだ船は見えないし、キャンプが心配だよ。リフティが言ってたけどキャンプと連絡が取れないらしいよ。え、キャンプと連絡が取れない？本当なの、リフティ？それは、その…本当のことを言った方がいいのかな。何の話？何があったの？本当のことを話すわ。すごくよく眠れたな。ここはどこだ？大きな岩がない。助けて。みんな大変だよ。どうしたの？キャンプに何かあったかも。実はキャンプは昨日すでに来ていて、わしの丘に泊まってるらしいんだ。なんですって？早くキャンプを見つけなきゃ。大変なことになるかもしれない。わかった、ヘリーは大急ぎでわしの丘に向かって、すぐ追いつくよ。了解。一体どこに？助けて！誰か助けて！見つけた！キャンプがトレーラーの中にいるんだけど、すごい速さで丘を下ってて、僕じゃ止められないよ。急いで！わかった。みんな急ごう。うん。丘の麓に着いたよ。キャンプは？そっちに向かって丘を下ってる。みんな準備だ。今だ。ロディ、遅いじゃないか。ずっと待ってたんだぞ。ごめんね、ロディ。おじいちゃんに気づかれないように出てきたの。いいさ、早く雷を見に行こう。もう雨が降ってきちゃった。僕も帽子があればな。ロディ、帰ろうよ。雨でタイヤが滑ってきたわ。僕のも。なんだよ、文句が多いな。早く行かないと雷を近くで見られないよ。もう少しだよ、見えてきた。来なければよかった。暗いし寒いし怖い。雨が強くなってきた。確かにそうだね。あの洞窟で雷を待とう。やっぱり来なきゃよかった。暗いし寒いし怖い。もうちょっとだよ、雨が強くなってきたから。もうすぐ雷が。うわあ、怖いよ。やった、空の巨人が戦い始めた。よし、外に出てみよう。僕怖いからやめとく。私も行きたくないわ。なんだよ、もう諦めるの？じゃあ僕は行ってくるから、弱虫はここにいなよ。あんなに怖がることないのに。
シェルターに行って。了解。みんな行こう。了解。ローディ、ここを離れよう。わかった。ポリ、洞窟の中に入るのは難しそうだぞ。そうだね、ロイ。丘の上に行って雷を何とかするよ。君たちは子供たちを頼む。雷を何とかするってまさかあのシールドを使うつもり？ダメだよ、シールドがどれくらい持つかわからないじゃないか。でも今は他に方法がない。それに時間もないんだ。僕を信じてくれ。わかった、気をつけて。よっ、シールド起動。よし、さあ来い。雷が集まってるわ。よし、アンバー行こう。怖いよ、ベニー。私もレスキューチームよ、今から助けるわ。危ないから入り口から離れて。わかった。急いでくれ、シールドが弱くなってきた。もう少しだ。出ておいで。はい。さあ、こっちよ。ポリ、みんな助けたぞ。わかった。じゃあ。一緒にどう？今日はダメなんだよ。クリーニー、しゃっくりしてるんだね。僕もこの間、しゃっくりのせいで大変だったよ。ずっと続くと辛いよね。いつからしゃっくりしてるの？昨日から。昨日から？スプーキー、君はどうやって止めたの？どうだったかな。やあみんな。やあポリ。やあヘリー。二人とも、どうやったらしゃっくりが止まるか知ってる？しゃっくり？実はね。あれ、クリにしゃっくりしてる。昨日から今までずっと続いてるんだって。それは辛いだろうね。ポリ、どうしたらいいのかな。そうだな、しゃっくりは時間が経てば自然に止まるはずだけど。クリにかわいそうに。しゃっくり、どうして止まらないのかな。あ、思いついた。クリニーのしゃっくりを止める方法。教えて。
こっちに来て。この前の大雨でゴミが流れてきたみたいだね。いいよヘリ。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。ごめんクリニ、こんなことになると思わなくて。いいんだよ、僕のためにしてくれたんだから。あらクリニ、しゃっくり止まったみたいね。うわ本当だ、やったしゃっくりが止まった。よかったねクリニ。スプーキーの作戦は大成功だね。ありがとうスプーキー。どういたしまして。16 17 18。セイル。ん？あーリフティ。何してるの？星を数えてるんだ。なんで眠れないの？変だよね、いつもはすぐ眠れるのにさ。待てよ、君はキャンプに行くんじゃないの？ちょっと遅れていくよセイル。僕に任せて、子守歌を歌ってあげる。僕に悪いからまだ出発していないのかい？わかった、歌ってくれるかな。僕が寝たら君も心置きなくキャンプに行けるしね。ああ、じゃあいい？眠れ眠れ海が聞こえる、まぶたを閉じれば。眠くなってきたよ。ありがとうリフティ、ありがとう。うわ、いやセイルじゃないか。こっちだよセイル。いやみんな待って待ってよ。セイル寝ちゃった？赤ちゃんみたい。いい夢を見てね。みんな
作戦を実行しよう。了解。もうちょっとだ。よし、はい、そこ。トンネルには入れないよ。そうみたいだ。向こうの道で丘を登っていくことにしよう。坂が急すぎる。もうちょっとだよテリー。もう少し踏ん張って。わかった。テリー、ストップストップ。どうした？あ、待って。セイルは無事か？なんとか。セイル起きちゃった。おう、リフティいたのか。夢の中でキャンプできたよ。おう、もう、わあ、なんで坂道に。頼む、動かないでくれ。俺たちはセイルをキャンプ場へ連れていくんだ。君たちが。セイル、誰をゲストに呼んだらこんな遅くなるんだ。なんてこった。すぐに行かなきゃ。待っててね。ジン、パトロールは終わったからキャンプ場に向かうね。予定変更よ。雲の坂で事件発生。ヘリーの情報ではテリーとリフティが危ないの。レスキューチーム全員で今すぐ向かって。了解、みんな行くぞ。みんな無事かい？僕はなんとか。アンバー大丈夫？ええ、ギリギリだったけどね。つまりリフティのびっくりするゲストっていうのはセイルのことだったんだね。そのセイルが一度もキャンプに行ったことがないっていうから連れて行ってあげたかったんだ。あ、リフティ、すまんセイル、こんなはずじゃなかったんだ。もういいさ、キャンプには行けないけど、こんな優しい友達がいると分かったからね。うん、今日はもう一つ仕事が残ってるみたいだね。みんないいかい？うん、うん、どうしてこう道がごちゃごちゃしてるんだ。どこを走ってるのか分からない。うっ、岩だ。うわ滑って止まらない。助けてくれ。雨も風も強くなってるな。今日はもうこの辺で帰った方が良さそうだ。助けてくれ。誰の声だろう。助けてくれ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 。このままじゃ滑って落ちそうだ。落ち着いて。そんなことをしたら危ない。今レスキューチームを呼ぶから。この辺に緊急電話があるはずだけど。あ、どうやって通り抜けよう。よし、やってみよう。なん
とか抜けられた。もうちょっと頑張って。こちらレスキューチームです。ジン、大変なんだ。どうしたのキャップ、傷だらけじゃない。どうしたんだキャップ。僕は平気。それよりジャンボバスが来ただろ。フーパーのこと。そう、フーパーだよ。フーパーが7番道路の近くで動けなくなってる。え、わかった、すぐレスキューチームが出動すれば。ありがとう。名前は何て言ったっけ。キャップ。僕はキャップだよ。来たよ。キャップ、あとは任せて。君はアンバーと安全なところに。キャップ、こっちよ。ロイ、クレーンを準備して。ヘリはロイを手伝って。了解。ヘリ。いいよ。よし。ロイ、じゃあクレーンを回してクーパーを下ろせ。了解。風のせいでしっかり踏ん張れないんだ。待ってて、僕が支える。アンバー、こっちを頼めるかい。了解。いいぞロイ、行くぞ。キャップ、修理できたわ。元通りピッカピカになった。ごめんよキャップ、俺のせいで。それに今日の朝、君にひどいことを言った。いいんだよ。よいしょ。スクール B、 じゃあ5時に迎えに来てね。わかったよ、じゃあ後でね。みんな楽しんできてね。じゃあね、スクールビー。さあ、それじゃあ森の探検に出かけましょうか。はーい。森は道が分かりにくいし、危ない動物や毒のある虫もいるから、私から離れちゃダメよ。はーい。これでよし。ねえジン、さっきから何をしてるの。ああ、通ってきた道に印をつけてるの。こうしておくと、帰るときに道に迷わないで済むわ。うわー、すごい。ふん、そういうのは基本中の基本だよ。わー、アンディは物知りね。大したことないよ。ん。わー、これ何かしら。わらびだわ。わらび？葉っぱがくるくるしてて可愛いでしょ。恐竜が生まれるずっと前からあるのよ。恐竜？わあ、すごいのね。すごいでしょ、アンディ。興味ないね。
じゃあ他に行ってみましょうか。今度は何を見に行くの？アゲハチョウよ。アゲハチョウ？僕も行く。ここからチョウチョが出てくるの？そうよ、不思議でしょう。不思議だな。急に雨が降ってきたわ。みんな、ひとまずあそこに行きましょうか。はい、はい。しばらく止みそうもないわね。これじゃ川の水が増えて川を渡れなくなる。レスキューチームに連絡した方がいいわね。故障かしら。ジン、さっき落としたから壊れちゃったんじゃない？いいえ、心配しないで。みんな、ここで雨が止むまで雨宿りしましょう。はい。急に雨が降ってきたね。ジンと子供たちは大丈夫かな？とにかく、ジンに連絡した方がいいね。僕が連絡してみるよ。ジン、ジン、聞こえる？ジン、返事がないよ。まさか、ジンに何かあったんじゃないか？そうね、もしかしたら何かあったのかもしれない。うん、嫌な予感がする。今からすぐ森に行ってみよう。了解。ジンはどこかに印を残しているはずだ。あったよ。あっちだ。よし、行こう。ここにも。ここからどっちに行ったんだろう。どこから聞こえてくるんだ。川の向こうからみたいだ。行こう。じゃないか。だけどスプーキー、エネルギーがなくなるって怖いことだよ。動けなくなっちゃうんだから。もうキャップ、そんなことあるわけない。心配ないって。うん。あ、マシンが止まっちゃった。あれ、真っ暗になっちゃった。一体どうしたんだろう。スプーキー、スプーキー、助けてスプーキー。どうしたの。スプーキー、助けてよ。動けない。
っちゃったの。これは緊急事態だ、緊急事態だよ。切れたみたい。もうこれ以上進めないわ。なんだって？実はさっきポスティにエネルギーを分けてあげたの。私はいいから早く行って。本当に大丈夫アンバー？私は大丈夫。もうすぐ風が吹くわ。急がないと間に合わないでしょ。分かったよアンバー、すぐ戻ってくるからここで待っててね。うん、うん、待ってる。風車が正しい方向を向いていない。直接動かした方が良さそうだ。ヘリ、やってくれるかい？うん、もちろんだよ。ヘリ、大丈夫？エネルギーが切れちゃったみたいだ。ロイ、僕らのエネルギーをヘリに分けよう。了解。ダメだよ、それじゃあ君たちが動けなくなる。だけど今はそうするしか手がないんだ。時間がないんだよ。ケリー、できるだろう？うん、僕やるよ。よし。ヘリー、もうすぐ風が吹いてくるわ。うん。しっかりしてた。電気を消さんとな。どうだいスプーキー、これでも電気がなくなっても平気？まさか。本当に本当によくわかったよ。これからは僕も電気を大切に使うよ。本当に？もちろん。もう真っ暗闇は怖いから嫌だ。スプーキーずっと待ってたんだぞ。ごめんねロディ、おじいちゃんに気づかれないように出てきたの。いいさ、早く雷を見に行こう。もう雨が降ってきちゃった。僕も帽子があればな。ロディ帰ろうよ、雨でタイヤが滑ってきたわ。僕のも。なんだよ、文句が多いな。早く行かないと雷を近くで見られないよ。もう少しだよ、見えてきた。来なければよかった。暗いし寒いし怖いね。雨が強くなってきた。確かにそうだね。あの洞窟で雷を待とう。
やっぱり来なきゃよかった。暗いし寒いし怖い。もうちょっとだよ。雨が強くなってきたからもうすぐ雷が。うわー怖いよ。やった、空の巨人が戦い始めた。よし外に出てみよう。僕怖いからやめとく。私も行きたくないわ。なんだよもう諦めるの。じゃあ僕は行ってくるから弱虫はここにいなよ。あんなに怖がることないのに。うわー、レスキューチームが助けに行くから、なるべく低い場所に移動して、木の下には行っちゃダメよ。わかった？みんないいわね。今すぐ出動よ。とシェルターに行って。了解。みんな行こう。了解。ロディ、ここを離れよう。わかった。ロディ、洞窟の中に入るのは難しそうだぞ。そうだね、ロイ。丘の上に行って雷を何とかするよ。君たちは子供たちを頼む。雷を何とかするって、まさかあのシールドを使うつもり？ダメだよ、シールドがどれくらい持つかわからないじゃないか。でも今は他に方法がない。それに時間もないんだ。僕を信じてくれ。わかった。気をつけて。よっ、シールド起動。よし、さあ来い。雷が集まってるわ。よし、アンバー行こう。怖いよ、ベニー。私もレスキューチームよ。今から助けるわ。危ないから入り口から離れて。わかった。急いでくれ、シールドが弱くなってきた。もう少しだ。出ておいで。はい。さあ、こっちよ。ポリ、みんな助けたぞ。分かった。じゃあ。レディ、この箱をセイルに積んでくれるかな。ああ、いいよ。ハシーの荷物を積み終わったらすぐやるからね。ありがとう、頼んだよ。ねえセイル、今回の行き先は遠いのかしら。うん、厄介な天気になりそうで心配だよ。そうね、天気が悪くなったら危険だわ。海の天気は変わりやすいから気をつけるのよ。やっと終わったよ、ハシー。ありがとう。お次はセイルの番。あれ、いいか。よいしょっと。
準備完了。レティ、どうもありがとう。行ってくるよ。行ってらっしゃい。潜入成功。やった、本物の冒険の始まりだ。まずい、雨が強くなってきたな。早いとここの辺りから抜け出そう。あ、ずいぶん遠くまで来たぞ。ここまで来たらセイルも僕を追い返したりしないでしょ。ん？何の音？お、おい、苦しかった。誰かいるの？ロディだよ、驚いた？どうしてここにいるんだい？海を冒険してみたくって忍び込んだんだよ。僕も連れてって。それはできない、海に落ちてしまうよ。ライフジャケットだって言われた通りちゃんとつけてるのに。ダメだ、港に戻るからしっかり捕まって。お願い、いやだよ、帰りたくない、お願い。ちゃんと捕まって、うん、危ないロディ、ロディ助けて。う大きな波が来てさらわれてしまったんだ。大変だ。ロイ、アンバー、セイルを頼んだよ。ロディを探しに行ってくるよ。わかった。誰か助けて。僕はここだよ。どうしたらいいんだろう。そうだ、まず落ち着いて居場所を知らせなきゃ。よし、習った通りにこうやって笛を吹くんだ。エリー、何か見える？霧が濃くてよく見えないや。待って、何か。ロディの笛の音だ。どこから聞こえてくるか見てくる。誰か助けて。見つけたぞ、ついてきて。了解。ロディ、ヘリー、ヘリー、浮き輪だ。よいしょ。もう大丈夫だからね。繋いだよ。了解。さあ、港へ戻ろう。セイルは無事なの？ああ、大丈夫さ。ああ、よかった。クリニー。やあ、クリニー。みんな、こんにちは。クリニー、これからボール遊びするんだ。一緒にどう？今日はダメなんだよ。クリニー、しゃっくりしてるんだね。僕もこの間、しゃっくりのせいで大変だったよ。ずっと続くと辛いよね。いつからしゃっくりしてるの？昨日から。昨日から？スプーキー、君はどうやって止めたの？どうだったかな。やあみんな、やあポリ、やあヘリ。二人とも
どうやったらしゃっくりが止まるか知ってる？しゃっくり？実はね。あれ、クリニーしゃっくりしてる。昨日から今までずっと続いてるんだって。それは辛いだろうね。ポリ、どうしたらいいのかな。そうだな、しゃっくりは時間が経てば自然に止まるはずだけど。クリニーかわいそうに。しゃっくり、どうして止まらないのかな。あ、思いついた。クリニーのしゃっくりを止める方法。教えて。こっちに来て。この前の大雨でゴミが流れてきたみたいだね。いいよヘリ。ありがとう。本当にありがとう。どういたしまして。ごめんクリニー、こんなことになると思わなくて。いいんだよ、僕のためにしてくれたんだから。あら、クリニー、しゃっくり止まったみたいね。うわ、本当だ、やったー、しゃっくりが止まった。よかったねクリニー。スプーキーの作戦は大成功だね。ありがとうスプーキー。どういたしまして。これはまずいぞ。なんで強い風なんだ。みんなで支え合ってみて。嫌な天気よね。リフティー終わった？リフティー、テリー、ベルおばさん、二人ともすぐにガレージに入って、キャンプが無事でいるか心配だわ。わしの丘で泊まるのよね。レスキューチームに知らせなくていいかしら。でもキャンプが来てることは内緒だから言えないよ。そうだよ、それにさ、キャンプはキャンプのプロなんだからきっと大丈夫だよ。そうだといいんだけど。なんだ、僕に会えて嬉しくないのか。
ってるの？みんなキャンプを迎えに来たのよ。無事に着いたかちゃんと確認したいの。だって昨日はすごい風だっただろう。実は僕たちもちょっと心配してたんだ。あの風の中で旅をするのは危険だからね。そう思うよ。昨日の風だと海でも丘でも危険だ。今朝着くはずなのにまだ船は見えないし、キャンプが心配だよ。リフティが言ってたけど、キャンプと連絡が取れないらしいよ。え？キャンプと連絡が取れない？本当なの、リフティ？それは、その…本当のことを言った方がいいのかな。何の話？何があったの？本当のことを話すわ。すごくよく眠れたな。ここはどこだ？大きな岩がない。助けて。みんな大変だよ。どうしたの？キャンプに何かあったかも。実はキャンプは昨日すでに来ていて、わしの丘に泊まってるらしいんだ。なんですって？早くキャンプを見つけなきゃ。大変なことになるかもしれない。わかった。ヘリーは大急ぎでわしの丘に向かって、すぐ追いつくよ。了解。助けて。誰か止めて。キャンプは一体どこに？助けて、誰か助けて。見つけた。キャンプがトレーラーの中にいるんだけど、すごい速さで丘を下ってて、僕じゃ止められないよ。急いで。わかった、みんな急ごう。今丘の麓に着いたよ。キャンプは？そっちに向かって丘を下ってる。みんな準備だ。今だ。僕に連絡がつかなくて今頃大騒ぎかな。心配しすぎさ。助けてオッティだ。誰か、オッティ、ケリー、どうしたの？郵便物を届けて戻ろうとしたら橋がなくなってたんだよ。今ここを渡るのは危ないから、近くの山小屋に避難して、風が収まったらまた来てみよう。ボーティ、どうしたの？これ以上動けない。ダメだよ、中に入らなきゃ。ここにいたらこの風で飛ばされちゃう。でも体が言うことを聞かない。エネルギーか。ボーティ、しっかりして。大変だ、緊急用の充電器を探さなきゃ。待っててね、すぐ戻るよ。お願い答えて。ジン、まだ連絡がつかないの？見ての通り、まだ信号が見つからないのよ。やっぱり心配だからヘリーを探しに行ってくるよ。一人じゃ危ないぞ、僕も行く。二人とも気持ちはよくわかるけど、ヘリーは無線を切ってるのよ。これじゃ探しようがないわ。私はもう少し待った方がいいと。ヘリーだ。森にいるぞ。ヘリー、そんなところで何をしてるの？大変だよ、ジン。一体どうしたの？実は、山小屋のそばでポッティのエネルギーが切れちゃったんだ。充電器のある避難所を探してるんだけど、風が強くて見つけられそうにない。うわー！
ジン、ヘリーの位置が分かったわ。信号が弱いけど間違いない。すぐそっちに送るわね。了解。よし、そんなに遠くないぞ。ジン、みんな返事して。ここで呼んでも無駄か。ヘリー、ポリー、ヘリー待ってて、すぐに降りるから。うん、助かった。ポリーが助けに来てくれた。大丈夫かい？うん、壊れて飛べないけどね。心配ないさ、僕と一緒に行こう。だけど、二人で上がれるのかな？もちろん、信じてくれ。うん、急ごう、水が増えてきそうだ。捕まって。わかった。行くよ。大丈夫かな？あっ、大丈夫？平気だよ。さあ上がろう。もう少しだよ。うわあ、ポリー！ヘリー、無事かい？うん、僕は大丈夫。ポリーは？大丈夫だよ。もう少しだから頑張ろう。えい！ほら、あとちょっとだ。大丈夫か？おい、ああ、助かったよ。ふう、やっと終わったぞ。明日はコンテナを動かさなきゃ。そうだね。釣り針を沈めて、あとは待つだけ。メッティ、ベルおばさん、こんなところで何してるの？ただ遊んでただけ。遊びすぎて疲れないようにしてちょうだい。明日は忙しいんだから。はい、はあ、まだ怒ってるのかな、はあ、でも大丈夫、魚が釣れたらきっと喜ぶぞ。うわ、これってミミズ？ただのミミズじゃない、魚の餌だよ。ミミズを餌にするの？その通り。ビルダーさんに相談したら、これが一番いいって言われたんだ。今度こそ本当に魚が釣れるかな？釣れるとも。きっと待った分だけ美味しいよ。はあ、いつまで待ってたら釣れるんだよ。はあ、なんだか疲れてきたな。寝ちゃダメだ。絶対切ってやるぞ。はあ、こんなに釣れた。レティ、あ、かかった。レティ、あ、ベルおばさん、もしかしてここで寝てたの？その、遊んでたらつい寝てしまって。はあ、もうみんな結構前から働き始めてるのよ。ごめんなさい、すぐに取り掛かるよ。おはよう。みんな遅れてごめんね。いいよ。それで魚は釣れたの？それが一匹も釣れなかったんだ。やっぱり僕は何をやってもダメなのかな。そんなことないよ。そうさ、夜だったから魚がみんな寝てたんだよ。そっか。でも疲れたな。みんな急げるかしら、そろそろ出なきゃ。了解。よし、仕事だ。レティ、そこのコンテナを持ってきて。よし、来た。とにかく眠いな。何の音？レティ、起きて。まずい、大変だ。大変、何が起こったの？おもちゃが水浸した。緊急事態、緊急事態、ベルおばさんから事故の通報よ。コンテナの中身が海に散らばっちゃったの。みんな今すぐ出動よ。了解。
沖に流される前に急いで集めよう。ヘリーは先にロープで囲いを作って。わかった。僕らも行こう。了解。よし、準備はいい？うん。ヘリー！ロープ張れたよ。よし、来た。みんないいかい？港まで引っ張っていくよ。了解。